皆様、こんにちは。夜に見ている方はこんばんは。チャンネルナレーターのあかりです。本日の動画は、集まれ、動物の森の部屋アイディアを紹介します。テーマは、ゲームセンターで、住民のプースケさんの部屋を真似しています。アーケードゲーム機を6台並べて、ゲームセンターの雰囲気を出してみました。家具集めは意外と簡単なので、ぜひ作ってみてください。まずは、今回部屋を作るために使用した、壁紙、床板、家具、小物を紹介します。コンクリートの壁、クールなピータイル、アーケードゲーム FTG、アーケードゲーム STG、アーケードゲーム DBL、ゲームセンターの椅子、自販機、お菓子の自販機、壁掛けテレビ50インチ、換気扇、監視カメラ、の以上、11種類のアイテムです。アーケードゲームの筐体は、それぞれ2つ用意して、計6台使用しました。部屋作りに使用するアイテムは、タヌキ商店とタヌポートで手に入れることができます。入手方法は2通りだけで、DIY やローランなどから購入する必要がありません。そのため、家具は比較的集めやすい方だと思います。詳しいバリエーションの種別やリメイクの色は動画でご確認をお願いします。準備も整ったので、それでは部屋作りを始めていきましょう。まずは壁紙と床板を貼って部屋の模様替えを行います。ゲームセンターの壁紙はコンクリートの壁、床板はクールなピータイルを使用しました。次は家具と壁掛けアイテムを設置します。また、今回は小物アイテムは使用していません。アーケードゲームの筐体は全部で3種類あり、すべてタヌキ商店で購入できます。値段は1つ6万4000ベルで、今回は6台使用したので、合計38万4000ベル必要です。ベルをあまり持っていない方は、パウエルさんの撮影スタジオでいっぱい並べて雰囲気を楽しむのもいいですね。アーケードゲームの3種類の筐体にはそれぞれ別のゲームが入っており、 FTG は格闘ゲーム、 STG がシューティングゲーム、 DBL が麻雀のゲームが入っています。部屋作りが完成したので、次は部屋に合う洋服を選んでみました。ただし、マイホームの収納がいっぱいなので、雰囲気が近いものを適当に選んで着替えています。トップスはファイヤーな T シャツ。ボトムスは
ジャージ素材のショートパンツかロングのズボンか迷いましたが、ロングのジャージズボンを選択。かぶり物はヘッドホンで、ゲーマーっぽくしてみました。靴は、適当に下駄を選んでみました。洋服選びも終わったので、最後は完成した部屋へ行き、ポーズをとってみましょう。今回の動画はこれでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。